おはようございます。今日は旅助旅蔵さんの、イベントにお邪魔しに来ました。こんにちは。あ、こんにちは。どうも、よろしくお願いします。トトロの、はい、トトロのゆりくんって言って、あの、はい、トトロの担当の方、はい、あ、トトロの営業やってます、ゆりくさんと申します。長尾と申します。お願いします。よろしくお願いいたします。初めてお伺いしたんで。はい。あ、こちらから。長尾さん、ポイントどうしましょうか。ソックスなんですけど。L サイズ。色ですか。うん。はい。三色ある。うん。地黒なんで、なんか濃いめの色を選ぶことが多いんですけど、この辺とか中上げですね。いいですか。はい、全然。じゃあ、これです。 L サイズですね。はい、はい、あ、 L サイズなんですね。 L サイズでいいと思うんですけど、一応メニュー履いてみますか。はい、あ、こちらでしたら、じゃあ、あれ今日履かせていただくのはこれでしたっけ。それです。それが差し上げるやつで、M でもいいぐらいだな。多分 5.5 か6でしたよね。あ、そうです、そうです、はい。そうすると足の実数もうちょいちっちゃいですよね。多分そうですね、 5.5 ないぐらいですね。はい、はい、はい。 L でもいいかもしれないですけど、あとはお好みでちょっとゆとりがある方がいいか、ピタッとしてる方がいいかな。これで着圧結構効いてる、効かしたタイプ、うん、あ、じゃあ多分 L で大丈夫だと。はい、あれだったら M の試測用があるので、はい、試していただいて。あ、わかりました。今日回されたりしますか。今一応動かしてますけど、あのこれはあの別に。はい、それだあの今日は、はい、インスタ360っていう。自社でついてる。これ、はい、あの内側にあのマグネットを入れてて、こことここで服を挟み込むような感じで取れるんですけど。今そんななってるんですね。そうですね、ちっちゃいんで、まあ、ちょっと走るとブレるんですけど、はい、これが一番気軽に手ぶら撮影ができるみたいな。あ、それで撮られてるんですか。これを使うこともありますね。走るときはもっとしっかりしたあのチェストベルトみたいなやつをつけて、はい、そこに装着してみたいな。4K ですかそれ。一応これは 2.7K まで撮れるんですけど。あ、 2.7 で、はい、ミスご用意しました。あ、ありがとうございます。すいません。いやいや、もうその手のギアばっかりですよ。あの GoPro を装着するための。はい。GoPro ね、いろいろアタッチメントあります。そうですね。あれとかね、すごいね。そうですね。確かに色がすごいね、落石の跡とか。あ、落ちてました。はいはいはい。なんかタイミングによっては結構やっぱ荒れてることもあるみたいですね。いや、それは裏が少ないですか。いや、L サイズでちょうど良さそうです。あ、そうですか。はい。むしろ多分これ M だと結構そうですね、きつくなっちゃうかもしれないです。うん、すごい。まさには。これはなんてシューズですか。これはテラベンチャー4。テラベンチャー4。先月の7日とかにまだ出たばっかりです、はい、お、新しいもの好きなの。それこそこの旅付けもサポートされてる、はい、大渕千鶴ちゃんと圭介君は好きな人です。あ、そうなんですね。いや、なんかそう、履いてる人は結構知ってるんですけど、はい、実際履いたことなくて。そうか。はい、あのこの間新越で会った時も西方君もなんかそうめっちゃあの忖度してました。忖度じゃない。あのいいって言ってました。西君も、はい、今年の8月ぐらいからサポートさせてもらってて、はい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 、そっから合わせる。あ、でもやっぱ広いっすね。あ、そう、トゥーティックスは広いんですけど、はいはい、そのいわゆるこの辺っていうですか、はいはいはい、からかかとにかけての負荷感は高めてるんで、広いけどずれないっていう。なんかアルトラともまた違いますね。だからなんかこの辺がちゃんと、そうですね、このボルト感が一番されやすいというか。アルトラも昔なんか試し履きしたことあるんですけど、やっぱちょっとなんだろう、この辺りが抜けそうな感じがして。はい、そうそう、これは全然そんなことない。ストライクした時に一番の違いが分かりやすいというか。はいはいはい。マジで。おお。いや、もう実は熱泊してて、よりもっと
っていうのであれば、多分アルトラさんもよくやってると思うんですけど、このループ作って、うん、やってもらう。いや、でも多分これくらいでちょうどいい気がするんですよね。ループ対象ね、こうしてこのヒールロックってことですよね。はい、そうです、そうです。結構でもあれなんですよね、肌が弱いんで、あんまり締めすぎるとこの辺が擦れてくるんですよね。そうなんで、まあこれくらいでちょうどいいかな。はい、ありがとうございます。こちらどうぞ。ああ、なるほど。荷物とかもこっち持ってきちゃった方がいいですよね。はい、走りに行くものだけもうこっちに準備してでいいですか。そうですね、はい、OK です。戦闘体制戦闘体制じゃあなんかに、ね、走るときはもうこっちに帰ります。こんな感じでここにも今日は2個付けで置けば分かりやすい。はい、分かりました。シューズも今日はテストシューズも外し、ソックスも外して、タイリゾーさんのソックスも使わせていただきます。よし、あとそのポポユリクさんに言っていいんですけど、ご挨拶しますんで。はい、ユリクさんと申します。長いのでユリって呼んでください。お願いします。多分シューズのアーダコーダ話してもよく分かんないと思うんで、まず体感いただいて、で走りながらとか終わった後でもいいのでいろいろご質問いただければと思います。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと今ここにいないんですけど、富士のエイドキッチンっていう、お惣菜売ってるところがあるんですけども、そこが、一緒に入って、まあ、3社で共催ということでやらせていただきますので、はい、でお昼に、アジアン風冷やし麺、アジアン風冷やし麺って言われますので、それで一回ちょっと疲れを、取っていただいて、午後ちょっとロードの方に走っていただくっていうような感じ でその時はシューズもロードシューズにして、で、ソックスもロード用のソックスをお貸ししますので、それを履き替えていただいて、ちょっとまあ体験していただければなというふうに思いますので、はい、という感じですね。で、リストランナーで、YouTuber って言ってます。はい、いいです。長尾明人さん、お越しいただきました。招待した。ご挨拶していただきます。はい。ただ走るだけの動画の長尾です。職業 YouTuber。ということで、はい、今日はこちらのイベントがすごいめちゃくちゃ気になって申し込みさせていただいたら、まさかの声掛けをいただきまして一番乗りだったということで、はい、皆さんと一緒にこのソックスとあとシューズをしっかり楽しみながら、はい、走りたいと思いますのでよろしくお願いします。うちのアドバイザーするマルコ、分かるかもしれない。ウエスターセーツ明日田中さんと一緒に、はいはい、であとゲストランナーじゃないですけど意外にびっくりしたのがストライドラボのすいませんこのシューズいいですね。大丈夫かなと思ったんですけど、いやいやいや、はい、ちょっと今日ぐらいは入って、いやいや、はい、楽しみです。 いやいいシューズだこれ。これからメンツいきますんで、ちょっとよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ午前中はめぐみちゃんが案内する。はい、私がちょっと先導しますので、まあ楽しくゆっくり走りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。基本ゆっくり走りますんで、で途中ちょっとその走れるところで、そうですね、姿勢のポイントを、はい、はい、走ってもらおうかな。元気な方は。はい。よろしくお願いします。
アルコさんですね。レグビューは行くんですか。レグビューは行きます行きます。ゴラゴラ。あ、ゴラと MC。MC なんですか。英語のなんか十何人くらい来るんだ、ね。そうですよね。はいはいはい。はい、ああ、よろしくお願いします。エイドスリー。エイド3 45キロくらいかな。あ、与野公園ですかね。そう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 。あ、じゃあ最初のデポバックがあるところですね。そう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 。あ、楽しみにしてます。いやいや、そうっすか。来年走りたいからとりあえず見に行こうかなと思って。はいはいはい。去年はあれですね、あの南さんが走り回ってましたね。あのマーキングをつけたり外したりするんですそういえばレイクビュア。マルコさんはあの与野公園にあのエイド3に今回来るってことで。はいはいはい。走られますね。はい。違ないようにちょっと今日は。そうですね。いやいや、もちろんもちろん、はい。これから走り始めます。午前中に10キロぐらいトレイルでしたっけ？トレイルのコースを行って、でお昼ご飯挟んで午後に、またロードの12キロっていう感じで、でその間でちょっとこのシューズと。シューズは確か履き替えて、運動神経のシューズを履いてみるっていう感じで、楽しいイベントで、ランニングクラブの練習で高尾とか神馬走ってて、でなんかそのそれに妻と一緒に行ってたんですけど、その流れでちょっと自分たちで適当に山走ってみようかみたいなので、トレランシューズ買ったっていうのが始めたきっかけですかね。そうそう。もう10年ぐらい前だね、多分。だって10年経てばそうなるんですよ。そう。よし、行ってきまーす。動画撮りたかった。前見て。え？あ、いやいや。大丈夫です、大丈夫です。いつも別にただ走ってるだけなんで。今日は総勢で21人かな、エントリーがいらっしゃるってことですね。それに、佐藤さんとめぐみさんが入って、今23人ぐらいあれかな、一緒に走ってるのかな。あと、はい、ケイスケさん。あ、はいはいはい、はいはいはい、24人ぐらいですね、じゃあね。すごいな。鎌倉は結構あの OSJ のイベントでも何度か来てるんですけど。そう、僕 OSJ の近くに住んでる。あ、そうですか。はいはい、材木座の近くですね、じゃあね。おお。虫いますかね。マジか。マムシはいます。マムシ？そっちの虫。マムシの方か。よし、マルコさんの後ろを取ったぞ。でも今年本当にはい、ヘビが多くて。あ、そうなんですか。うん。このヘビ大丈夫でしょ。うんうん。鎌倉のトレイルはなんかもう似たようなところが多いというか、そう、何度も来てるんですけど、ここがどこなのかいつも分かんないんですよ。来週は何靴で行くんですか、ビワは。いや、こうシューズですか。シューズは今のところはなんだっけ、あのアシックスのフジライト4っていうので行こうかと思ってたんですけど、うん、去年はあの他のスピードゴートで走ってるんで、まぁ、あ、ちょっとまだ悩んでますね。うん。シューズもちょっと難民なんで、まぁ、あ、それもあって、あの、このトポのシューズも履いてみたかったんですよね。前から、そう。マルコさんはいつもトップトップですか。いや、はい、ナイキ。ナイキ。もう消耗品だからさ。はいはいはい。ナイキが安くて。ペガサストレールとか、ゼガマとか。はいはいはい。今のところ問題ないから。
グリップが弱いくらい。グリップがまあね。感覚器はあんまり。そう。レイクビアではね、あんまりおすすめしないですね。でもなんかね、ゼガマっていうモデルがいいらしい。はいはい、ちょっとね、グリップ良くなったって言ってる人もいますよね。うん。結構いいペースですよね。あー涼しい。そう、ちょっと前はね、まだこれくらいの 雨上がりだともうムシムシでしたけどね。え、そうですよね。ほんとこの1週間で一気に空気入れ替わったっていうか、昨日とというぐらいで、このまま行けばね。そっか。え、また暑くなるんですか。本当に。マムシいないですね、今のとこね。みんな踏んでるから。踏んでる、大丈夫ですか。うちらのとこには。そうです。戦闘が大変なんです。戦闘がいろいろ。蜘蛛の巣、マムシ。そう、蜘蛛の巣。鎌倉トレイルはね、シングルばっかだから。鎌倉の方ですか。茅ヶ崎です。ああ、近い近い。あ、ピーク？あ、本当だ。なんて山だろう。おお、でっかい蜘蛛の巣。気をつけて。そう、綺麗。綺麗だなっつってつね、見とれて突っ込んだりして。いや、ほんとこんな涼しい中走れるのは嬉しいな。久しぶりな感じがする。こんにちは。ここは？ここは何ですか？多分なんとなくの、多分コーディネートしてないと思います。なんて読むんですか？六国。六国賢者。変なこと言わなくてよかった。六国に宮山とか言いそうに言いそうになりました。今相模武蔵伊豆妄想妄想。これは、いや、読み方が分かる。コウズケ、コウズケ、アワ、アワって読むの。アワ、アワって読むの。三浦、三浦、これは分かりますよ、さすがに。今、伊豆、伊豆、伊豆です。今日は何も見え、何も見えないです。でも近くまではね、その辺までは見えてますね。じゃあ、はい、集合写真撮るんで、こちら。はい。じゃあ、女性前で。あんまり高くないですよ。背高すぎそう。私は端っこだけど目が立っていろんな感じ。すごい、なんか四股踏んでるみたいな。1.8 キロで累積130ぐらいですね。25分ぐらい走りました。カズチ当たるだろうみたいな。T シャツはすごくいいです。あ、そうですか、うん、これは今までなんだろう、多分安物使ってたので、うんうんうん、この間ね、なんか拓造さんの見て、はい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 、マラソン大会の T シャツはダメだって。ああ、やっぱり全然快適です。うんうん。あ、でも私ガチオさんとも持ってますよね。ガチオ T？ そう、ガチオタンク。あれはちょっときついな。ちょっときついですよね、あれね。
ガチオティなんかちょっとあれですよね、紫系の色もありましたもんね、なんかね。そう、でもあれなんか、はい、透けるんじゃないかと思って。あ、なるほど。そっか。ちょっとそこのね、そこまでね、まだないですよね。そこまで多分おじさんだから考えてないかもしれない。ああ、もうこんなやつですよ。昨日もね、はい。新越ですか？新越じゃない。物価さんかな。あの、成瀬さんと走ってたやつですかね、もしかしたらね。そうそう。多分、あれですよ、OSJ の成瀬さんだとしたら、あの、店長ですよ、クラブハウスの。はい。そうです、そうです。この間その OSJ のイベントでこの辺りを走ってたんですけど、そしたらたまたまあの旅助旅蔵さんのアトリエがあって、そう、入れるかなと思ったらオープンの1時間前だったんですよ、まだ。そう、でその動画を見て、あの佐藤さんとかが、あのうちの店の前だって言って連絡くださって、そうそうそう、なんか動画見てくださってたみたいで、そうそう、それもあって、あの近いうちにアトリエにも遊びに行きたいなと思ってて。そうなんですよ、それも含めて、あとはやっぱ靴下とシューズが試せるってことで、そうそう、それが一番の決め手でしたけど、そうそう、だからチャンスと思って。はい。え、アイズ、ああ、南アイズですか？はい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 、行きましたね。近くに友達が住んでて、はいはい。だからあそこ結構行ける場所で、そうするとすごく嬉しいですね。なるほど。その方に友達が住んでて、あ、そうなんですね。すごいなんか嬉しかったね。ちょうどあの南アイズトレイルツーリズムっていう活動を、その一緒に走ってる仲間の工藤さんっていう、福島のスーパートレイルランナーがやってて。そう、あの福島とあとこっちの神奈川の2拠点生活みたいな感じで今やってるんですけど、そうそう、なんかちょうどそれの活動の一環で声かけてもらって、そうそう、そしたらあんな感じのメンバー、そうですよね。はいはい。なんでしょうね、私も行ったことあるみたいな。そういうなんか思い出がこう蘇るじゃないけど。私も行ったことあるわよ、ここに。自分もちょうどあの南会津の山の南側、反対側のエリアが、あの板室温泉とか栃木の那須のエリアで、昔 OSJ の板室100っていうのがあって、なんとなく知ってるエリアが近かったんで、そういう意味でもちょっとやっぱなんか親近感ありましたよね。そう、なんかありますよね。そうそう、本当は実はさらに奥会津に行ってほしいなみたいなのがある。奥会津、もっと奥ってことですか？あのね、あそこより反対側というか、はいはいはい、北側ってことですね、じゃあね、北というか西というか。走れるのかな。走れるとこなのかな。そうですよね。あ、でも行けるんじゃないですか、今お客さんが充実してるぐらい。あ、そっかそっか、もうちょっと行けるんじゃないかってとこで。若岡さんを基準にして考えていいんだろうかっていう。いやいやいや、どうかな。まあもうね、クマは友達じゃないけど、いるものとして行動するみたいなね。はい。大丈夫ですか？きついです。いや、全然そんなことないですよ。元気そうです。いやいやいや。このまま、しなかよねって言って、今はポイントが少なくて、ほぼ行けてなくて、それ言えましたか？行けなかったら、でも自転車で結局はね、もうちょっとバテ顔なんで、エスケープしますよ。助ける感じは、ちょっと、そうですよね。そっかそっか。一回
だけやったことないですアクションカメラとか興味あるんですか？あの撮る方は撮る方静止画は、はい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 、の方が興味ありますね。なるほど。普通にインスタとか使う感じですか？インスタも上げてないんですけど、例えば、はいはい、目で見てるのをもそのまま撮りたいなみたいな、はいはいはい、写真撮るのがもっと綺麗なはずなんだけどな、なるほど、伝えたいなみたいな。なるほど。まあね、せっかく走ってるといろんなとこ行けますからね。そうそう。あれ、この辺の方なんですか？あ、いい、東京です。東京から。はい、はいはい、イベントに参加して、はいはいはい、あ、そうなんですか。こちらも試せるのがあるというの、はいはいはい。でもやっぱり旅すけさんのプロダクザックとかは前から使われてるんですか？あ、そうですよ、今回お借りしてて。あ、そうなんだ。あ、レンタルできたんだ。借りればよかった。そっかそっか。大きい方のは、はいはい、とかあ、そうですか。どうですか今のところは。そんなに入ってないか。でもそうですね、ポスターは本当にこの間見たみたいに、はい、結構上のところに、うんうん、あるなってあるのは、はいはいはい、それとかこんなのかもですね。あ、でも止めてる位置もこの辺なんですね。結構、ね、結構高いですねやっぱね。ハイマウントがね、そうやっぱ揺れを感じにくいっていうか。そうそう、自分もあのよくあのアンサー4のフォーカスライトっていうのを使ってるんですけど、それも結構重心の高い設計になってるんですけど、旅助さんのプロダクト結構そのもうちょっと容量も大きいやつもあるから、そうそう気になってて、ずっときっちり詰める感じですよね。うん、そう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 。パッキングがね、あのうまくはまるまでは多少難しいとは思うんですけど、そう。あ、苦手だから。なんか大会とか出られるんですか？でも走り始めたのが今年の春からで、はいはいはい、7月に初めてなんか野沢の、あ、はいはいはい、一番短い距離に参加して、へえ、でこの秋に結構参加しようと思ったらなんかもうすぐそびれてたので意外とすぐ埋まっちゃいますよね。そうなんですよ、はいはい、なんか満員だ、満席になってるみたいな感じで、はい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 。でも10月末に京都と、はい、1月の中下旬に与論島のマラソンに出ようかなと思って。与論島にマラソン、あ、マラソンも、はい、やってますね。もう20年近く、あ、20年じゃない、15年くらいか。もともとマラソンがあるんです。最初はそうですね、マラソンですね。でももっと昔はあの陸上競技もちょっとやってたんで。何メートルだったんですか？400メートルとかですね。じゃあすごい、短距離ですね。短距離の中で一番しんどいやつって言われてるやつです。そうですよね。全速力でなんですけど。そう、だからその当時からやっぱちょっとおかしかったんでしょうね。そう。400は、まあ、そうですね。最初からフルスロットルで吹かしちゃうと、最後まで持たないんで、やっぱり、ダッシュしてるように見えても、意外と結構戦略がいるんですよね。そうですよね。そうそう。どこに持っていくか。そうそう。だから、その当時からやっぱ自分の走りをこう、マネジメントするじゃないけど、客観視するっていうのが結構肝で。もう確かに、研究が。そうそう。まあだから、その当時の感覚っていうか、俯瞰して見てる感じが、なんか、今、ウルトラトレイルとかやってても、ちょっと役に立ってるかもしれないです。はい、気のせいかもしれないけど。そう。意外とね、50秒ちょっとで終わるんですけどね。そうそう。そう、でもマラソンはだから、あれですね、学生の時に、普通に市民ランナーとして、競技じゃなくて、普通に市民マラソンとして、東京マラソンに当たって、で出てっていうのが初めてですね。でその初めての時のタイム、いや、どう、3時間30何分とかそんな、いやいやいや、陸上やってた人は大体そんな感じですよ。じゃあノンストップでずっと走られてます？そうですね、最後の方はなんか雨降ってきたりして結構死にそうでしたけど。雨の時だったんですね。うん、去年ですかね、なんかすごい去年も。あ、東京ですか？はい、雨で。あ、そうだったかもしれないですね。うん、
ヨロンマラソンっていうのはフルマラソンなんですか、やっぱり42キロ。そうですね、フルとハーフとで、島の1周がハーフ、はい、2周、2周させられるんだ。そうです、同じ値段だから、はいはい、迷ってて、うん、確かにフルマラソン頑張っていくか。あ、まだエントリーできるんですね、じゃあね。そうですね。何月ぐらいなんですか。11月の19日。あ、まあでもじゃあ、あっちだとまだあれですね、20度ぐらいあるのかもしれないですね。はい、うーん、全然多分もしかしたら海で泳げるのかな。走り終わって暑そう、アイシングみたいな。その中でマラソンは暑いですね。ハーフないかな。いやー、でもせっかくそこまで行くんだったっていうのもなんかちょっとどっちかなって、その後沖縄でちょっと遊びたいかなとか。はい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 。そこはせっかくならちょっと自分のリミットをプッシュするかなとか。そこはあれですね、ご自身の価値観次第って感じですね。どっちがいいんだろう。詰まるところ。まあでもせっかくならチャレンジしていただきたいなっていうのは第三者的にはそう思ってしまう。走ったのが12年ぐらい前に、いきなりあのホノルルマラソン走ったぐらいなので、全然なんかロードに全く自信がなくて。全然大丈夫。そうですね。どこにいるのかさっぱりわかんない。ああ、本当だ本当だ本当だ。ちょこっとだけ見えるんだ。本当ですね。あんなのいたんですね。鎌倉に何度も来てますけど、あれの話を聞いたのは今日初めてかもしれない。追い込んでますよね。あの、だいたいいつも景色とかもシューンみたいな。みたいな。ここでちょうど志座海尾根って言って、はい、横浜市と鎌倉市の志座海、ずっと折れで。そうなんですか。これから行くんですよ。だから、なんて言うんだろう、あの、三角州みたいな、よくわかんない。はい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 、途中みたいな。横浜市と鎌倉市のやつがずっと続いてる。で、鎌倉で二の鳥グループランっていうのを見て、100マイルやってましたもんね。そう、それがコースで、彼らは右側を通るらしいんですよね。つまりは鎌倉側を通りたいって。横浜に入っちゃいけないって。純平さんが確かやりましたね。はいはい、やってましたね、やってましたね。今日そこのコース一部入っていきますので。はいはいはい。そうなんだ。じゃあ行きましょうか。はい、じゃあ行きますんで。全然。スイッチバックしてこのまま。こっちです。あ、じゃあ。全然いつものあれだな。今までの鎌倉トレイルの味わい方と全く180度違う。でも今日涼しくていいですね、本当。ね、うん、全然。雨も止んで、絶好のトレラン日和。もうなんかもう夏の間はこの涼しい中走ろうと思ったら、もう富士山でも行かないとって言って、毎週のように通ってましたけど。富士山は行くと今度きついから。そうなんですよ。だからこう気持ちよく走れるのは本当久しぶりです。そうですよね。はい。もう少し行ったら、思想ポイントになるんで。お、はい、ということで。今走り始めて45分ぐらい経って 3.3 キロで200アップぐらいですね。動画で見ますね。はい、もちろんです。ぜひご覧ください。ただ走ってるだけですけど。いやでも今日はあれですね、本当歩いてるからね。いやいや、一人でやってる時と全然違う、楽しいですよ。本当にやっぱりね、あの自分のあのチャンネルも映ってくれる人が誰もいなかったら、あんなに見てくれてる人いないですから、本当に。はい。いやいや、自分はただ撮ってるだけなんで、本当に。今回、あの、先週、信越も行ってきたんですけど、あの、レーサーした萩さんっていう、はい、ちょっと途中でやめちゃったんですけど、そうそう。だから、なんだろう、全然、取れ高、そうそう、取れ高ないなと思ってはいつつも、でもやっぱりその前の黒姫エイトで散々撮らせてもらったりして、あの、ぶっちゃけ4時間尺ぐらいになっちゃったんですよね。ほとんど走ってないのに。っていう感じなんで。結局何キロ走ったんですか？11キロぐらいです。結構短かった。はい。そう。片道100マイル以上か、もっとか、移動してますけどね、あの、信越エリアまでは。そうそうそう、10分の1ぐらいで帰ってきました。
まあ、でもあのレースの翌朝朝ランしてちょっと峠走したりもしてきましたし、はい、気持ちよかったですよ。よいしょ。あれですね、今日ザックとかももしかしてお借りできた感じでしたか。はいはい、そうですよね。だからあんまりオープンにはできないだろうなと。そう、失敗しまったなって。はい、そうそう。はいはい。一応ここから行くところまでが思想エリアにしてるんで、はい、ここの思想の始まりの。じゃあ僕がここにいればいいね。で一応向こうまで行きます。起きてください。どうぞ。すごいな。ここから思想エリアになるんで。はい。あ、そういうことか。なんで今日長尾さんにはいやってもらえるんですかね、さっき聞かれたんですよ。え、何を。いや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 、自分なんかがそんな。走りを見せるだけだったらいいですけどね。そんなレクチャーなんて自分にはおこがましい。はい、そうです、そうです。走る姿見ていただける。せっかくの機会だから、ぜひ、ふくらはぎ見てください、みたいな。そうですね、なんか、なんでこんなに発達しちゃったのかわかんないですけど、結構生まれつきだと思うんですけど。はい、そうそう。そうですよ。いやいや。何の役にも立たないですよ。じゃあここで、はい、ここからスタートで、はい、ちょっと予定より長い日がかかるんですけど気にせずに。いいんじゃないですか。はい、じゃあちょっとシューズをしっかり試したい方はここから往復で、はいはい、自分のペースで左を操作して試してみてください。行きますよ、もちろん。一応ここから思想開始のエリアにするので、こっちからさっきのタカさんがいるところまでを往復で試していただく感じ。じゃあどうぞ。もしあの長尾さんにリクエストとかあったら先頭行っていただくとかありますよ。行きますよ。はい、行きましょう。おお。いやー涼しいっすね、はい、最高だ。やっぱドロップが低いからか、結構自分の足で地面を捉えてる感覚が強いですね。普段何履かれてる？いつもはアシックスとかホカなんですけど。なるほど。えい、そうそう。昔はあのニューバランスのミニマスとか履いてロード練習してたこともあるんで、そう。うん、やっぱいいですね。気持ちいいですね。おいしょ。よいしょ。はい、最初で1キロ当てられるんですね。そうです。だから怪我しないようにしないと。そうですね。ここでよかったでしたっけ。ここですね。下り気持ちいいですね。
全部気持ちいいですね。靴軽い。軽いですね。軽いし、やっぱり本当ドロップ低いからそう。ドロップ低くてグリップもしっかりしてるから、めちゃくちゃ大地噛んでる感が自分の足で噛んでる感があります。はい。僕一回高尾山で、はい、お見かけしたことあるんですよ。ですか。ありがとうございます。じゃあ自分もお見かけしました。多分声かけれなかったんですけど。結構ガチで走ってる時もあるんですけど、全然すいません。その時は。この間もなんかトラック練習時に声かけていただいたんですけど、はい、もうこっちこんなになってる。無理みたいな。疲れはね、入んなかったんで、はい、ここで一番大きいやつ。セミをなんだなんですか、ね。そう、ダブルXLのやつでちょうど。すごい。がっしりしてらっしゃるから。皆さんの走りが見たいという。はい、マルコさんとかあるんですか。マルコさんとかはいいんじゃないですか。マルコ一緒にじゃあ。じゃあみんなで行きましょう。はい。はい。はい。じゃあすいません。お願いします。はい、行きます。おいしょ。おお。こんなところで。よいしょ。おお。どうやったらここ。ごめんなさい。すごい。すごい。すみません。おさわり OK ですか。いいですよ。全然。もう見せ物にしちゃってください。せっかくゲストで。あ、でも本当。ごちそうごちそう。ごちそう。この動画。ごちそう。3杯ぐらいで。はい。ビールでもご飯でもどっちでも。あ、こっちもいいですか。どうぞどうぞ。いくらでもどうぞ。私も撮っとく。すごいな。昔からリンクジャンプなんかされてたんですか。あ、その昔はやってました。あの400メートルとかやってたんで。でも高飛びとかもしてましたよ。この辺までは飛んでました。そう、いろいろやってました。まあなんか体脂肪何パーですか。体重は54とか3とかそんなもんです。普通です。パンピーです。行きましょう行きましょう。行きましょう。結構いいペースで進んできますね。ねえ。いいですね。なんか木の根っことかもそんな気にならないですね、本当。なんかもうちょっと厚底の靴だと。小さい根っことか、なんていうんですかね、沈み込みでカバーできちゃう感じしますけど、このシューズの場合はなんか、なんだろう、そう、グリップの力で踏んでてもあんま気づかないみたいな。いや、ほんと自分の足の力で走ってる感じがして、気持ちいい。気持ちいいですね。よいしょ。要はあんまないってことですよね。まあでも、アルトラ全部ゼロでもいらない。よし、ここからあれだったらもう一回ストーブまで。は、うん、なんかもうちょっと試したい方いらっしゃいますか。こうちょっと早いペースで。結構疲れました。めちゃめちゃ早かったですよ。いやいや、ついてくのやっとでしたもん。それなりにしっかり走らせていただいて。踏むとこって見ているんですか、それとももうな、踏んだ瞬間に感覚で判断するんですか。いや、見てますよ、自分は。はい、一応見てます。ただでもここで見るんじゃなくて、その辺で。あ、やっぱり。もちろんもちろん、はい。ここで見ちゃうと進まないです。いいとこだと
踏む前に、はい、まあ、こぶかどうか踏んだ瞬間にこうある程度臨機応変に、はいはいはい、リカバリーするっていうか、はい、そんな感じですか。うん、まあでもよっぽどのことがなければそんな重心が何ですかね、片足側にこうぶれたりとかしないんで、なんかまあ枝とかに引っかかっちゃったりした時は、はい、まあ素早くやっぱこう腸腰筋使って引きつけてリカバリーするとか、そういう感じですかね。はい、まあだから本当にすぐ真下ばっかり見てると全然進まなくなっちゃうんで、まあある程度やばそうな障害物は目星つけて。はい、どうしても下を見てるのでよくあの上にある木にぶつかります。ああドーンってまだ初めて11ヶ月、うん、あ、そうですか、はい、それらは短いんです。まあでももう何ですか、そういう目のやり場とか足の置き場とかは多分結構慣れもあると思うんで、あ、そうです、はい、はい、で例えば今のこう降りてるサーフェスだったら、なんかこう枝が横にこう張り出してきてるから、ここ踏んだらつるっていきそうだなとか、はい、なんかあ、でも障子で踏むときありますよね。はいはい、踏みたいっていう、そうそう、だ踏んで良さそうなとこか踏んじゃやばそうなとこかとか、はい、体重いんで。でも少しずつ乗りながらね。疲れて体にかまれる。お。神社の参道のような砂利場が出てきましたが、ここは何ですか？神社ですか？神社じゃない。あ、トイレ休憩か。確かに言われてみればトイレに行きたくなってきた気がする。自分はあのトレランだけとかマラソンだけとかそういう感じじゃないんで、本当何でもやってる人の話なんで、あんまり得意的なことやってないんで、あんま参考にならないかもしれない。あわよくば 100m とかもやりたいと思ってますからね、はい、走るのが好きなんですよやっぱり。もうスプリントから100マイルまでやりたい。あ、そうです。すごい。やれたらいいですけどね。ね。下り方がいろいろあって面白いな。いやいや。そこに。滑るシーンが映ったらかっこ悪いですね。お、今のところ誰も滑らない。おお、おお、えい、よし。誰も盛大に釣るとはいかなかったですね。はい、ちょっと取れ高的には残念です。冗談です。6時タイプは転ぶべきでしたね。いや、大丈夫ですよ。100マイル走った後の選手の階段の上り下りを取るのが面白くてハマってるんですよ。そうなんですね。はい。大体階段の降り方見ればどんなレースだったか分かるみたいな。大体横向き出します、ね。横向きか。あとはまっすぐ行くけど、もうなんか、うーみたいな。そうそう。一段一段ボディーブローを食らってるみたいな。今、アトリエを出てから1時間20分ぐらいですね。距離は 5.7 キロで、累積は300ぐらい。はい。歩いたり走ったりしながら進んでおります。まあ、この天気だから
散歩してたりハイカーさんも少ないからいいですね、はい、採石場跡なんてあったんだ、なんかでも来たことある気がするな。うわー強くなってきた、またこれ結構6、7ミリぐらい降ってますね。もっと降ってるかな10ミリ近いかもしれない。おお。トレイルに入っているからあんまり濡れないだけ。そうですね表に1本出ちゃうと思う、これ直接降りたかった。シェルぐらい着とくか。ここは初めてだった気がします。記憶に、はい、ないですね本当に。そうなんですよこんな気持ちいいトレイルがいっぱいあるというのに。そうですね、はい、はいはいはい、一応そのまま加工に降りてハイクアップしてと思うけど、もうお疲れだね。うん、確かに。普段何履いて走ってらっしゃる？普段は最近トレイルはアシックスさんとかあのホカさんを履いてはいるんですけど、まあずっとシューズ難民ですね。ニューバーさん、はい。なんか新しいのがポンポン出てきますよね。そうなんですよね。あの。結構人の影響を受けやすいんで、アシックスとかは川崎さんが UTMF で履いてて、でご本人から直接なんか勧めてもらう機会があって、あ、そうですか、じゃあ買いますみたいな。それは間違いない。間違いないと思って履き始めて、そうそう。今日はあれですか、このイベントに来たっていうわけではなくて、あの家が本当すぐそこで。あ、そうなんですね。まあ、あるのは知ってたんですけど、はい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 、普通に近所走ってたらたまたま遭遇してしまったからで行こうと思ってたところだったね。あ、なるほど。いいっすよね、近所にこういうトレイルがあるとそこでこ う, そうで、ね、人と人と会えるし、こんな感じで悪いことできない。悪いことできないですね本当は。あ、どうも。お久しぶりです。スローで見たんでちょっとね。よいしょ。ご自身はなんかレースとか出られるんですか？この間の MF。あ、はいはいはい。走られたんですね。自分も。三回ぐらい。あ、そうですか。三回。自分も今年で。2回目か、エントリーは3回目で、走ったの2回目でしたけど。走ったって言っても。はい。いや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 。ある意味、あの、コスパはいいかもしれない。そうですよ。タイパみたいな。たっぷり楽しんだ方が。自分最終的に20何時間だっけな、1、2時間ぐらいだったんですけど、やっぱエイドに寄っても ほぼ何も食べないんで、なんか何にお金を払ってるのか分からないんで、4万円は4万円みたいな。早く走らないといけない時はやっぱそうなりますよ、ね、そうなんですよ。まずもう各エイドで寝てましたその仮眠所のお金出したの自分ですみたいな。いや本当それくらいの。そうそうそう、使ってないからみたいな。その分まで払って。そう、いや絶対そうだよなと思いながら。いやいや、はい、ありがとうございます、使っていただいて。いやー、まあ出たら出たで楽しいんですけどね、それはそれで。MF、新越とか、
はいはい、お祭り的な感じが、はいはい、そうですよね、そうそう、この界隈の人も結構たくさん出てて、はいはいはい、去年も暑かったんですけど、それよりも暑かったってみんな言ってたんで、相当ですよね。去年は110の個人だ。あ、そうですか、はいはいはい、暑くなかったですか、やっぱり。暑かったですね。そうですよね。でも、なんかあの、100マイルのその一晩目の夜、はい、夜の山の中が一番暑かったって言ってる人が多くて、そうそう。そう。だからそう言ってた人たちが、またさらに今年の方が暑かったって言ってるんで、相当だろうなって。いやなんていうか、いつまで夏なんだって話なんですよね。今日はあの穂高やってますけどね。ああ、今日か。そう、今週ぐらいからギリ秋かなみたいな。自分は再来週にあのレイクビア100っていうやつに行くんですけど、はい、去年も出てて。あれすごいっすね。すごいっすよ。すごいけど、まあでもそう。出るだけでもなんか助けるって感じ。まあでもちゃんと一個ずつステップを上がっていって、あの。なんだ、自己推薦文書けば。あとは当選すれば出れますよ。そういう、あれなんですね。はい。そう。PR 文書かなきゃいけないですね。作文しなきゃいけないです。うわ。ここですか。はい、あのもみじ線についてない。ゆりくんはいます。ゆりくん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 。ここ排水性いいんですよね。はい。はい。あんまり入りすぎない。ここはまああれですけど、まあ向こうちょっと足つかるぐらいいるんで。ああ。もう高く効いてるんで、あの小さい中では足が動かないです。結構冬に来ると、この辺からこう水が染み出してるのが津田なんだ。ああ、そんな寒くなるんですね、でもね。津田が見える。早朝に津田が見える、鎌倉。あ、やべ、パワーメーターつけて壊れる。なんかこう、水気が全部脱げていって、ちょっとすら高く強いんで、小さくこの隙間なんか動かないんですけど、ドライ感が強いんで、おすすめですよ。故障とかは。全然、水が残る感じがしないですよ。すぐ抜けていきます、確かに。ああ、そうですね。よいしょ。ここ川エビはすごいんですよ。おお。夜、もうキラキラしてて分かるんですよ、ね。めちゃめちゃ川エビがいて、川エビになってますここ。夜ね、夜来ますよ。すごい対応良かったです。いいですよね。めちゃめちゃね、夜いいですよ。確かに。誰もいないんで。誰もいないでしょうね。昼間はいないですね。夜の鎌倉って怖いんだよ。夜の鎌倉はちょっと出そうですよね。そうそう。何かの亡霊じゃないけど。朝日の切り通しとか夜走ると結構怖い。あ、なかなか本当ジャングルだな。この間
あのあれだ、神社ほのかさんのイベントの時もここに、はいはいはい、この辺に来ましたけど、あの時と同じような雰囲気ですね。てか同じ道、同じ道じゃない、なんかなんかあれですね、雨で何回か中止になってやっと開催できた。あれ食生ですか、あれ取れてなかった。はいはい、今日のコースとほぼ同じような感じのコースで、なるほどなるほど。だからなんか来年やるので、はい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 。ぜひぜひ。ありますね、外来種か。ノットジャパニーズオンリーな鎌倉バードウォッチツアー。はいはい、多分いろんなところで、はい、この声聞くと思います、ね。あ、そうですか。うん、確かに聞いたことありますよね、この声。高尾とかでも。はいはい。多分泣いてる。そっか。なんで入ってきちゃったんですかね。誰かが。やっぱり聞いてください。声を聞かすために。はいはい。囲いで囲んで。それが逃げたりなんだり、そして増えたり。そう。うわ。よいしょ。はあ、ここが天然ハイキングコース、うん、今のところが獅子舞、獅子舞、獅子岩ってやつがあるんですね。こっち予約取れるようになったりとか。あ、そうですか。10センチまで行けるようになって、ただちょっとなんか割とわさわさしてるので、今回避けましたけど。でここから搬送後まで店長にちょっと一気に行きますので、はい、大丈夫ですか皆さん。はい、めっちゃ暑いです。めっちゃ暑いです。さっきの雨でもねばかりこれ上がってきちゃうから、ただ暑いだけ。お、園長寺ふう、あ、なんか開けたとこ来た。展望スポット、なんか見えますかね。あうっすら。あすいません、ちょっと集合写真撮らせてください。高いところ。何が見えんだろう。あっちが海か。はい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 。またさっきの電車かな。電車が来るのかな。あ、ぼーっとしてた。いつの間にか電車になってる。あ、また撮ってるやつ。気づいた。もうずっと撮ってて、ずっと練習してる。そう、あれ調整してんのかなと思って。はい。ああ。よし。わあ、冷て。おお、すごいね。
こんな岩場があるんだ。この上が鎌倉で一番高いところ。あ、そうですか、はい、120、あ、でも120あるんですね。159ですね。159、あ、大平山、鎌倉市最高地点ですね。159メーターもあるんだ。地元の栃木にも似たような名前の山があって、勝手に親近感。大平さんって吉村さんと走られてたやつ。そうです。あそこめちゃめちゃ良さそうですよ。あの動画に映ってた階段とか覚えてらっしゃるかわかんないですけど、あれやばいですよ。あの日初めて行ったんですけど、すごかった。年末走られてたやつですね。そうです、そうです。いや、結構ね、僕長尾さんの動画は古いユーザーで、いや、びっくりしました。あの足柄峠荘の動画の話とか。これを開発するときに、はいはいはい、あそこの峠荘でテストしてたんですよ、毎週。あ、足柄で。足柄で。で、誰かいないかなと思って、はい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 、YouTube で検索したら、はいはいはい、確かね、あ、この足柄のやつかな。そうですね、何本かありますけど、本当に2021年の1月とか、そうですね、はい、一般的な足柄峠荘じゃなかったみたいな。もうちらもう完全にあれ3本やるのがデフォルトみたいになっちゃってるんで。そうですね、ちょうど50キロ1500アップぐらいですね。ちょっと怖いもの見たさで、はい、日本だけやったんですよ。あ、行きました、駿河山。はい、駿河山駅まで行って、はいはい、足柄の方が通行止めになった時期だったので。ああ、ありましたね。はいはいはい。それやめたんですけど、はいはい。まあ、やめる口実ができてよかった。走れたもんじゃないです。いや、すげえなーと。何回かやってると慣れてくるんですけど、やっぱ初めてやった時はもう目ん玉飛び出そうになりましたよ、自分。きつーと思って。そう。あの練習を本当はもうちょっと時期問わず定期的にやりたくて、あの、ウェンズデークラブで、あの提案したりしたんですけど、あの名取くんとか成瀬さんとかに、はいはい、ただみんな峠荘嫌いだから嫌だって言って。普通のトレイルランナーはやりたがらないらしいです、やっぱり。時間ですか、はい、時間はそうですね、4時間5時間ぐらいですね。そうですね、まあでもトレイルじゃないですからね、全部走りっぱなしなんで、本当に。あ、ありがとうございます。本当に昔から見ていただいて。多分それこそまだ登録者100人、200人とかそういう時代だと思いますよ。はい。すごい。はい。いやいや、関係使わないと、はいはい、こういうやつの入れ着できない。なるほど。登りは本当は車で来たんですけど、バンヒルだけやりたいって。車2台で行かなきゃダメです。デポしといてみる。はい、登ってる最中に、はい、その関数がいいか悪いか分かるんですよ。ああ、なるほど。悪い人も消化時代じゃないですか。下り入る前に。あ、そうなんですね。やっぱそれだけやっぱかなりっていうか、もう想像できないぐらいいろいろ試されて、その中で生き残ったものがやっぱ商品になってるっていうか。はい。はい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 
はい、あなるほど。名取くんでもあんまり水飲まなくなかったでしたっけ。そんなにあれかな、だから量はいらないのかな、わかんないけど。あ、早川さん来ます。はい、来ました。あ、そこにもフラスク入るんですね。へ、はい、はい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 。あなるほど。はい、あはいはい。なるほどね。ちょっと人多いんで、どうぞ行ってください。はい、すいません。すいません。はい、じゃあ、なかったかな。はい、頑張ります。そっか、そこにも水が入るのはいいですね。そこにも入って、あとはまあ、まず、好みの人がいると思いますけど、車で。帰ってきてるんで、はい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 、うん、今までにない感じの。そうですね。はい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 、かなり回ってもらいましたね。ああ、丹沢、はい、なるほど。水じゃないんですけど、それこそこの GoPro とかアクションカメラをマウントするベストな選択肢ってやっぱこのチェストマウントとかになりますかね。どうですかね。結局なんか、その重さを感じやすい感じにくいっていうのもあるんですけど、このチェストマウントだったら結構胸をピンポイントに締め付けてくるんで、なんか呼吸がそうなんですよね。なんかやっぱパフォーマンスが落ちてるような気もしていて。そうですよね。そう、まあそれで腰につけるとかもやってみたんですけど、はいはい、なんかやっぱ撮りたい映画ちょっと撮れないんですよね。ちなみにここがさっきの、はい、上に来たところ降りてきた。あ、さっきで、マップでいうところの交点、ここで、今ぐるっと回ってきたところが今日のジャンボリーの、サウスルート。であとこっち行ってアトリエ帰りますんで。ああ腹がもうだいぶへこんでますよ。やった。じゃあ行きます。ゆくりさん、よろしくお願いします。よいしょ。揺れがこう、はい、画像の揺れが少ないのはやっぱり自撮り棒だと思うんですよ。ああ、なるほど。ここから離れれば離れるほど、はい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 、揺れ関係なくなってる。はいはいはい。その代わりこう、人がこう近づければ近づけるほど重さ感じなくなるんですよね。そうですよね。こっから棒が伸びてるとやっぱり振られるっていうか。まあやっぱでも絵的にはやっぱ頭につけてるのが一番自分が見たまんまを撮れてる感じがしていいんですけど。あ、そうですか。結構最近はしばらくチェストマウントでこうやって胸につけてるのが多かったですけど。はい、撮ります。よいしょ。どうぞ。はい、撮ります。気をつけて。俺もランナーだよ。言われた。何がいいのかな。何でしょうね。人が通ります。人が通ります。人が通りますよと。ね、200マイルぐらいやる人かもしれないですからね。全然。そうそう。なんでしょうね。200マイル。なんかでも、アメリカの200マイルとか行くとあんな感じの人が普通にね、いっぱいいるみたいな話。なんか、村井さんのあれだ、タイマーが大好きで話して。
よいしょ。めちゃくちゃ軽快ですね。いや、びっくりしちゃいました。いや、やっぱりあの普段このドロップがここまで少ない靴をあまり履かないんで、そのそれこそさっき話したミニマス痛いぐらいなんで、自分のやっぱ足で走ってる感じがとっても出てていいのと、あと意外とやっぱなんていうんですかね、そんなに超厚底でもないんですけど、木の枝とかもうなんか他とかだともう踏んでることに気づかないぐらいな感じでパスするような枝とか、まあ普通の靴で履いたら歩いたら結構引っかかるんですけど、この子だとなんかあれですね、なんかグリップが良すぎるのか、逆に本当踏んでるけど気にならないみたいな。あれシャントが入ってるんですよ。はいはいはい。ちょうどあの中途部から、はいはい、秋のところにかけて、はいはい、それが意外と気迫にしてるかもしれない。はい、ああなるほど。ベルズと連れると、うんうん、多分まさしく今頃こんなようなことを延々とやってる。そうでしょうね。あとさっきのあの水抜けの話じゃないですけど、やっぱでもすぐ抜けましたね。シャバシャバにしましたけど、あのそれこそこの間のその神財さん、スパルタンレーサーの、彼女をその水抜けがいい靴を探してるって言ってて、ああちょうどいいかもしれないですね。はい、水抜けとグリップが両立した靴、そうやっぱ障害物で、あの結構ズブ濡れになったりとか、はいはい、泥まみれになって、あのそうそう、でもすぐまた走り出して次の障害行かなきゃいけないから、そういう靴探してるって言ってて、結構早いですね。うん、いや、これかなり早いですよ、ね、やっぱ。でも。もう靴下かもしれないですね。はい、まだあのその時は履いたことなかったんで、トポさんの靴は。ここが景色いいんで、ぜひどうぞ。お、ちょっと増えてきました、ね、お、見えますかね。あ、なんかお寺が見える。富士山は富士山富士山は、そうか、向こうか。長尾さんと出会った山下も見えない。あ地獄の。あ、そうか、これがあっち側ってことか。勝上展望台、あのお寺のなんかあたりがいいですね。なんだろう、あ、県庁寺ですね。県庁寺、お寺をこう上から見下ろすってあんまり、まあ、ご利益はなさそうですよね。見下ろしちゃってるから。これなんて読むんですか。カツ、カツ上、カツ、マサウエ、マサウエ、カツ、カツガミだけだけかな。あ、読めないですね。読めないですね。読めないですけど、撮ってないよね。撮ってないよね。え、撮ってますよ。ずっと回ってる。撮れた撮れた。でも六個賢者を黙ってます。あれはね、あれも撮れてる。いや、なんか違う読み方をしてたのに、なんかちょっとアイナコを出しちゃった。そうそう、胸鉢に注意って書いて有料500円、これ降りると県庁寺に出てお金取られちゃう。あー、さっき言ってたやつだ。降りないです。でもすごい急な階段だけどね。急ですね。すご、晴れてる時はなかなかはい、絶景がこっち、あ、富士山が晩ね。ああ、はいはい、この札配管券をお求めくださいと。お金取るんですね。通行手形500円。あ、すごいな、でもこれ。すごい降りてますよね。ああ。あ、そうですか。
40段ぐらいかな。よし、お腹が空いてしまった。ハンガーノック寸前って感じです。よし、新越ですか。新越そうですよ。よいしょ、振りじゃないですよ、これは振りじゃないよ。めちゃくちゃ滑ると言われているが、この靴だったら大丈夫みたいな。試されますね。まあでも靴の性能はありますけど、やっぱり履いてる人のテクニックもありますからね。そればっかりは。手で持つと実際そんな軽さはないんですけど、実際のグラム数でいうと違い出るんですか。出ます出ます。まあなんか結局その重さもそうなんですけど、手と足ってだいぶパワー違うんで、足にはめてピット感がどんだけ軽くなりますんで、いわゆるその重力でこう上げた時にかかとがついてこないか、かかとがついてくるのかで軽さのあれが全然違うんで、よし、あー帰ってきた。お疲れ様でした。ちょうど3時間弱ぐらいで14キロ累積600アップ平均心拍105ですね。いや、あのここにあるのは知ってたんですけど飲んだことないですね。はい、飲んでみようかな。割とプレーンとベリーがなんかあると、はい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 、高級食でみんな買ってっぽいですね。はい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 。他にもちょっといろいろありますけど。じゃあこの辺を飲んでみようかな。長州のひつあげの酸入ってるんで、はいはいはい、AA みたいな機械とか。リカバリードリンク。そうですね。うん。こうカレーってます。これもうまそう。じゃあお邪魔しちゃおう。これ高ですか。これ高。基本的に回しっぱなしなんですか。いや、そんなこともないですよ。要所要所で。でも多分2時間ぐらい取ったんじゃないですか。3時間ぐらい活動しましたもんね、もうね。ちゃんと見なきゃ。これ胸とこっちは両方取ってるの。要所要所で どっちもこっちつけたりこっちつけたりしてる。そうですそうです。まあ、特になんとなくですなんとなくです本当。でも後ろを撮りたい時とかはこうやって振り返った時にこうやっぱ頭これごと行かなきゃいけなくなっちゃうんで、それはめんどくさいですよね。後ろ向きに歩かなきゃね。こうやって見ながら撮ったりとかできます。まあ手で持ちゃいいんですけど、手で持つとやっぱでもパフォーマンス落ちるんですよね、どうしても。本当は走っていくんですよね。走っていく、ここから走って飲みに行くんですよ。それぞれ走って11時に集合、そこに集合。それぞれ利益好きなコースで好きなコースで走ってそこに着いて乾杯っていうね。一緒に行くわけじゃないんだよね、みんなね。11時っていうのは昼の11時ってこと。あ、昼ね。でもなんかおかしいな。ナイトもあったんですよ。ナイト、ね、前回はフルタセブンナイトだったね。私でも今日グラス忘れちゃった。グラス忘れた。生甘酒 M サイズ。
お疲れ様です。いただきます。あ、なんか果物、何ね、ライム、すだちか、ではいただきます。カモス、うん、ま、あ、ちょっと残し目に使われたら、すいません、ありがとうございます。とても美味しくないですか？美味しい。そうです。これも美味しい。これ美味しい。初めて飲みました。ツイッターと特に、やつにすごくいいですね。アミノ酸が全種類なので、本当良かったです。で、ソックスがウルトラソックスの貸し出しです。あ、はい、ちょっと分厚いやつですよ。厚手なんですね。もう完全にそこが分厚い。うーん、ウルトラで作ったやつなので、全然性格が違う。分かりました、履いてみます。よし、相談で、ここのベルのところはここが好きで痛くなるので、きついのか緩いのか、うん、多分緩さでガンガン当たる感じじゃないですか。あ、じゃちゃんと締めた方がいい。ちゃんとかかとで合わせて締めてもらう。かかとで、あ、分かりました。ずれた状態やっちゃうとちょっと空いた状態なんで、下ってくるときにちょっとだけ紐が当たる感じがしたんですよね。あれかな、もうちょっと、はい、そこのここのところやですね、うん、はい、多分足首とか結構細いですよね。はいはいはい、あの多分こっちのヒールロックでやってあげた方が、はいはいはい、ってことですね、はい、多分ね。それ以外ちょっと動いちゃったんだろう。いや、久しぶりにドロップが低い靴履きましたけど、やっぱちゃんと走ってる感じがして。でさっきもなんかちょっと話しましたけど、やっぱランシュみたいになんかしっかりフィットしてるのか、走りやすいですね、めちゃくちゃ。めちゃくちゃ走りやすい。ラグもでもあれなんですね、結構しっかり、結構しっかりしてますよね。ビブラム、なかなかいないですね。シェイスケ君が去年テラベンチャーを3本ぐらい走ってツルツルになったから、俺これを踊りするってロードが入ったって。スイス行った時それくらい履き込まないと、まあ減らないっていう年齢で結構、うん、水の中入りましたけど、ふやけたりはしてないですね。で、午後はこっちのロード用のウルトラ用とおっしゃった靴下と、あとはトポのスペクターですね。これをちょっと合わせて履いてみます。醤油の多い数で、それぞれを1回楽しんでもらって、最後に2つのタレを合わせると3回楽しめます。なんですと。これがエイドキッチンです。へえ、やった、ありがとうございます。で、どういった練習されてんですか？普段は平日は坂ダッシュとあとはトラック練です。トラック、はい、週に火曜木曜で2回ポイント練をやって、はい、まあ、あとは土日はちょっと長めに走ったりとか、はい、山行ったりとか、そんな感じです。特別なことはしてないです。もうずっとでもやってますよ、練習、この3年ぐらいは。あ、そうなんですか。はい、継続は力ないですよ。そういうことですか。はい、だと思います。裏切らないと。はい、筋トレ系は特にしないんですか？筋トレ系はもうこの 2,3 年全然やってなかったんですけど、はい、最近ちょっと やり始めました。何やってんの？普通にジム行ってマシン回ってみたりとか、その程度。なんかどっかの部位を狙ってとかではない？あ、やってないです、やってないです。とりあえず、そうです、そうです、一通り。ちなみにここ切り通しって切り通しなんですか？切り通し、はいはいはい。セグメントもあります。お、セグメントどこまでですか？ここまでかな。あ、向こうからこっち。じゃあ後で帰り際にでも。すかさず。
じゃあここ100往復ぐらいすればローカルも取れますね。クラウンも レジェンドもどっちも。時間があるときは、はい、ここら辺よく。ああインターバル。インターバルなり、ヒルリピートなりで。いや、トレーニングには良さそうな。本当に。これ降りて、ほんの少し行くと、はい、さっきの行き口のそばのところから、500、500。ちょうどいい。ちょうどいいですね、本当。ちょうどいいけどあんまりやりたくないな、きついな。結構きついですよね、500は。普段あの JR 田中さんの激坂連っていうのに行ってるんですけど、あれもだいたい長くても 200m ないぐらいの坂なんで、そうこれくらいのやっぱ500とかになってくるともう体動かなくなりますね。あれ7キロぐらいなんですか。練習ですか。練習はそうですね、7キロ、あ、まあ、坂を巡るパートで、そうですね、全部で8キロ、10キロぐらいの間ぐらいかな。そう。あれはどこでやるんですか。あれは、あの、田園調布とか、あっちの高級住宅街の近くの坂道を、ぐる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 回って、ダッシュして、ね。あれはやばいですね。初めて行った時、ちょっと、メンタルも飛び出るかと思いました。まあでも本当、まあ慣れるまでは本当きつかったですね。そう、出力がとにかく高いから。まあ VO2 MAX とかにも刺激入るんですけど、まあとにかくやっぱ筋トレですよね、本当に。ものすごい急登を全力ダッシュするんで、もう足がすぐピヨピヨになります。そう。だから最初はそこで、なんですかね。どっちかなんですよね。呼吸が追いつかなくなるのが先か、足が動かなくなるのが先か、多分人によるんですけど、自分はもう足が脚力が足りてなくて、はい、最後はもう息は上がんないのに足が動かないみたいな、なんかもう先に足が死んだみたいな。いやいやいや。マルコさんとかもやってんじゃないですか、サッカーダッシュ。いや、最近やってないですけど、スプリント、スプリント、いいよね。そう、車来ます。バス結構減らされてる。どうでした。終わり、終わりですか。はい、知ってました。逗子マリーナ。ああ海だ。ここまで43分ぐらいですね。5キロちょいで、今度は10メーターぐらいしか上がってないね。平均心拍109。よいしょ、お疲れ様です。お疲れ様です。ないな、ないな。はい。それで、ここがちょうど一周、外周してくるのが今走ったところで、1マイルあるんです。1マイルもあるんだ。だから、まあ、いや、わかんないですね。ここはね、ここ？これ？これ？これってこっちか。そうですね、とりあえず多分、この右のロードを多分。マーク降りてきてたけど大丈夫かな。いや、多分絶対誰か登りますよね。そうですかね。本当みんな来そうじゃないですか。まあまあ、まあいいや。大丈夫。よし。勝手にスタートしちゃった。まあ、ちゃんと残ってる。どこですか。そこを左？左に行けば多分、まあ、さっきのストレートに向かった。あ、これまっすぐ行ってあっちの左に行けばいいですね。はい。オッケー。やばい、サングラスが取れそう。
左行けって言ってたらここですかね。あの突き当たりもないかテーブル。あ、そうかそうか。そこだけ気をつけてば。あそこまで行って左に行って、ね、海沿いに行けばいいってことだ。はい、おいけそうじゃないですか、完全に。本当に。ねえ。あ、ジョグじゃねえな、これは。汗絞れてますね。汗絞だ。あ、ここ、こないだあれだ。こないだブラックアウトで来た坂だ、これ。そこ登らされたわ。ブラックアウトで見たことあるわ、はい、うちの嫁が結構走ってるんですけど夜あブラックアウトの人いたよみたいなだけの瞬間に一緒にやればいいじゃないですかじゃああとはもうゆるゆるっとあの本当かな本当かなあの若宮王子行くんで人がちょっと多いんでちょっとこれ辺で終わりたいことです。ダメージが。結構ブリブリしてる。通るんですけど。ああ、でもなんかそんなに思ったほどの感動がなかった。でもあそこねよく曲がるなと思って。そうですよね。この辺とかも。すごいな、迷い込んだのかと思いました。いや、本当さっきのアムサーカー見た時にもうあそこを登らされるとばっかり思いました。本当に。慣れてた時代じゃない。なんかもう体がもう受け入れちゃってるんですよ。当たり前のに行かなきゃいけない。そう、当たり前だと思って。いや、ちょっとバグじゃないみたいな。そうですね。完全にバグっちゃってますわ。バグってはもうこれゆるなんで。いやー、いいですね。これはこれで。皆さんこの後なんか狂ったセブンに行かれるって言ってましたね。ああ、なんかね。気づいたら走り出してる。なんか止まりそうな雰囲気ありましたよね。そうですね。写真でも撮んのかなって終わりかなと思ったらあれやばい、バス来てるバス来てるさあ、アトリエまでの最後の坂が
1時間54分ぐらいですかね。そうですね。 12.4 キロで 120m しか上がってないの。本当平均心拍が108でした。はい、あ、皆さん今日はありがとうございました。いや、こんなに集まっていただけるなんてすごい本当に、ね、嬉しかったんで、一緒に走れなかったのが残念です。すいません。次回はまた一緒に走りたいので、またぜひご参加ください。はい、ありがとうございます。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 まあ、来年こそはサブスリー。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。サブスリーおめでとうございます。その季節がそろそろ来たの。え、どこでやるんですか。勝田。勝田。勝田出ますけど、つくば、つくば出ます。つくば行きます。あ、じゃあつくばで。サブスリー の, あのゴールフィニッシュラインで待ってます。また時間かかって。プレッシャーが。プレッシャーが。そして取られている。現地取られている。サブスリーおめでとうございます。おめでとうございます。